ここは北海道の中央に位置する人口第2の町、旭川。ルミナスタジオのある札幌からはるばるここまでやってきたアルマは一度休憩を挟んでいます。今回の目的は前回プロデューサーのルミより指令を受けたスポットへ向かい登山にチャレンジすること。そのスポットは大雪山系の西部にある旭岳です。え？旭岳はどこにあるのかって？ああ、なるほどね。ではアルマとご覧いただいている皆様のために車で走りながら位置を説明しましょう。さあ行くぞ、乗った乗った。大雪山国立公園の西に位置する旭岳は旭川市の南隣にある東川町から登ることができます。道道1160号をまっすぐ進んでいくことでそのまま旭岳の入り口までたどり着ける新設路線。ちなみにその道路の名前は旭川旭岳温泉線。地味に音読しにくい名前です。というわけでどこに行くか分かったところで早速目的地へ向かいましょう。結構距離があるので道中はダイジェストでご覧ください。到着してすぐ登山というわけにはいかないのでここで一泊して次の日に登る予定です。ちなみに今回宿泊したホテルは旭岳万世閣ホテルベアモンテ。旭岳ロープウェイに近くてアクセスが容易な位置にあるだけでなくバリエーション豊かな部屋はシーズン次第ではお得に宿泊することもできます。山を攻める拠点とするにはもってこいのホテルなことでしょう。旭岳温泉は北海道の中でも唯一と言われるマグネシウムとカルシウムを含む硫酸塩泉。どうよ、アルマも行ってくるか。ああ、そうだわ、俺らシャボン玉だから浮くんだった。ホテルで一晩を過ごし朝となりました。おはようございます。これよりアルマには旭岳の登山へチャレンジしていただきます。準備はいいか？ OK。 でもまあ本格的な登山ではないので不測の事態は起きにくいはず。では行ってみましょう。レッツゴー。やはり山田だけあって天候はあまり安定していません。気を配っておきましょう。ではまずは国立公園おなじみのビジターセンターへ行ってみましょう。現地の情報はここから手に入れる観光の定番ですね。なんか変だな。
あーここ違うわ、なんか違うっぽい。うん、おお、あったあった、あれが本当のビジターセンターのようです。朝日岳のビジターセンターはロープウェイの目前に位置しています。軽い散策から本格的な登山のニーズまでカバーしており、情報提供や道具の貸し出しサービスも用意されています。今回はロープウェイで一気に登ってから低難易度のコースを歩き5合目へ向かいます。簡単？それでいいんだよ、ビデオカメラ持ちなんだから。では行き先を理解したところで朝日岳ロープウェイへ向かいましょう。このビジターセンターから目と鼻の先です。朝日岳ロープウェイはホテルでもらった GoTo トラベルキャンペーンの地域共通クーポンを使うことができます。これで往復チケットを購入しましょう。ここが朝日岳5合目付近。10月上旬ですが、すでに雪が積もっています。比較的難易度の低いルートでも危険は付きまとうもの。そのためロープウェイの駅ではガイドが常駐し、観光客への案内サービスも実施しています。さあ、ここから徒歩で5合目地点である姿見の池まで向かいます。最も近い道は反時計回りのルートですが、ここは山の景色を映像に収めるためあえて時計回りで進みましょう。あー、待って、今更ですがこんな本気のカメラを持ってきて後悔するほどの悪路、落として壊さないように気をつけましょう。途中で展望台らしきポイントに到達しました。一旦ここで山から見える風景をチェックしてみましょう。この天気の変わり具合がまた山という感じがします。遠くには旭川の市街地も見ることができます。姿見の池まであとどれぐらいかかるかって、そうだな、多分結構かかるんじゃないかな。道中の看板で1時間ぐらいって書いてあったので、舐め回すようにエリアを探索していきましょう。
方にひときわ激しく煙の上がる箇所があります。朝日岳噴気孔です。ここから見えるものはいくつかある箇所の最も低い位置にあるものです。朝日岳も活火山として指定されており、有事における観測が徹底されています。そしてここが5合目、姿見の池です。記念碑の鐘も設けられており、観光としてのゴールであることを思わせます。登山家のための緊急避難所もこの地点に用意されています。通常使用はできませんが、山の移り変わる環境にこの避難所は欠かせないことでしょう。朝日岳の山頂はこの奥から向かうことができます。この先はより本格的な装備が必要になるので、専用の準備を整えたときに挑みましょう。これでやっとぐるっと一周、アルマは朝日岳5合目の散策ルートを踏破しました。お疲れ。ちなみに山麓駅には食堂もあり、帰ってきた後のランチタイムも楽しむことができます。特にラーメンは朝日岳の水を使った特製の麺を使っているご当地限定品。そんなご当地限定の味噌もつ煮込みラーメン、コシの効いて食べ応えのある麺と同じく上質な水で作られたスープがうまく絡み合います。山から帰ってきた時のお昼時にぴったりですね。ルミナスタジオとしては初の山登り、初めて成功したのはルミではなくアルマでした。次に行くときは装備をしっかり整えて山頂まで行ってみたいところですね。さあホテルに戻って温泉でも、ああそうだった、俺たちシャボン玉だから浮くんだった。ルミの追加要望によりやってきたのはこちら、朝日岳から南下しておよそ1時間の場所にある美瑛町。その中の代表的観光スポットの一つ、白金の青い池がここにあります。ってことでおまけみたいなお家ですが、行ってみましょう。この階段の奥にあるようです。見えてきました。これが青い池です。アップル製品の標準壁紙にも採用されたことのある人造の池。もともとは約30年前に施工された災害対策用の堰堤に偶然水が溜まったものでした。
湧水に含まれる金属と美瑛川の水が混ざることでできるコロイドが水中に入る太陽光を散乱させこの色を発すると言われています。天気のいい日であればもっと青く見えることでしょう。というわけで追加のオーダーも終わったことなので帰ることにします。次はどこ行こうか企画から出るわけですが、何？ほう、キャンプをしてみたいとな。なら俺の領分だな。じゃあ冬キャンプでもやってみるか。うん、大丈夫大丈夫、安全なところでやるから。いやマジで